下がっていなさい、ユーナ殿。はい。
どうなってんだよ。おい、なあ、どうなってんだよ。無駄です。今のあなたには無理です。でも何かしたい。ユーナ殿、なんでシンを追いかけたのか自分でもよくわからない。頭の中ぐちゃぐちゃで、気がついたらあいつを追いかけてた。シンへの怒りとか、帰りたいとか、ザナルカンドのこととか、親父のこととか。なんだ？ジェクトは練習嫌いだから、もうすぐ引退なんだってさ。勝手に言わせとけ。俺は特別なんだ。ジェクトは叫びたいだから、もうダメだってさ。酒ぐらいいつでもやめられるさ。じゃあ今やめなよ。なんだ？やめられるんでしょ？へっ、明日にでもな。どうして今日じゃないのさ。明日できることは明日やればいいんだよ。どうして泣くかね。情けねえ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユーナは踊る。あの悲しい踊りを。ユーナはあと何回。シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかったな。あ、たくさんの物語が終わったが、お前の物語は続くようだ。え、俺は
うちに帰れなかった。素早い退散だな。満足か？どういう意味だ？教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色が優れませんね。しかしユーナ殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれどもあなたは召喚士、人々の希望そのものなのです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか？ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるときに。それでは。真はジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。
言っとくけど信じたわけじゃない。シンはジェクト、奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか。それがシンだ。自分の姿をお前に見せに来たのだろう。なぜだかわかるか。全然知るかっての。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続ける。それお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ、逃げるなよ。お前もな。作戦特別価格でかなり儲けたけどよ、こんなことになっちまうと後味が悪いな。やっぱり。張り切ってんな。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。え？今も同じだ。無理をしている。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。心配するより笑顔。決まりも練習している。ちょっとやってみ。はあ。